プラットホーム、鈴鹿市駅は、三重県鈴鹿市神戸一丁目にある、近畿日本鉄道鈴鹿線の駅である。駅番号は L31。鈴鹿市は市街地が分散している自治体だが、近鉄線では市役所に、市金の当駅が使命を管している。相対式ホームに面2線を持つ行き違い可能な地上駅。ホーム有効長は3両。 白子駅管理の友人駅で、ピタパーイコカ対応の自動改札機及び自動生産機が設置されている。駅舎は2番乗り場側にあり、反対側の1番乗り場へは平田町寄りの構内踏切で連絡している。待合室は2番乗り場に設置されている。トイレは改札内にはないが、6時から22時30分までの間は構内にある。 ファミリーマート近鉄駅ハミ内のトイレを利用できる。近年における当駅の1日乗降人員の調査結果は以下の通り。三重県統計所によると1日の平均乗車人員は以下の通りである。年度別利用状況駅前ロータリー付近に接続する各道路の配置が不自然だが、これは鈴鹿線の平田町への延伸時に移転した旧駅舎と 現役者の駅配置が大きく異なることによる。ABCDE ソネ・サトル週刊歴史でめぐる鉄道全路線大手私鉄2号近畿日本鉄道1朝日新聞出版週刊朝日百科2010年8月22日18から23ページ ISBN 978から4から02から34万132から7 AB 近畿日本鉄道株式会社近畿日本鉄道100年の歩み近畿日本鉄道2010年12月294ページ全国書誌番号2190万6373平成19年4月1日から近鉄主要路線で IC カードの利用が可能になります近畿日本鉄道 http://www.kintetsu.jp スラッシュニューススラッシュファイルズスラッシュ i c c a r t 2 0 0 7 0 1 3 0 p d f 2 0 1 6年3月18日閲覧近鉄鈴鹿線鈴鹿市駅にファミリーマート7-1出店店員は駅業務の一部を担当マイナビニュース2015年6月11日 駅物上工人院鈴鹿線近畿日本鉄道、三重県統計所三重県、四日市鈴鹿線の廃止について三重交通。ありがとうございます。